しまった。熱中しすぎて半日も掃除をしてしまった。みんなこんにちは。チャレンジマンです。さあ、チャレンジデーがどんどんと迫ってきている。今年のチャレンジデーの対戦相手は皆さんご存知の通り岡山県。チャレンジデーは5月30日。この日が何の日か分かるな。あとチャレンジデーまで1日だ。この1日まで迫ったチャレンジデー、赤岩市と雲南市、ついに戦いが始まる。みんな、明日の午前0時から午後9時までの間に運動をした人はぜひ報告をしてくれ。普通のお散歩やストレッチ、または通勤でいつもよりちょっと多めに歩いてみる、そういったことも立派な運動だ。明日運動をしたらこの電話番号に報告をしてほしい。0854401073。もう一度言う。0854401073だ。雲南市の教育委員会につながるぜ。さあ、明日の本番チャレンジ戦に向けてみんなチャレンジパワーをギュッとチャージする。最後のチャレンジマン体操をみんなに伝授する。それでは行こう。レッツゴーチャレンジマン体操。さあ、まずはリラックスだ。力を抜いて息を深く吸って深呼吸。もう一度。今日は足のもも全体を鍛える筋トレを伝授する。足を肩幅ぐらいに開き、ゆっくり腰を落としていく。腰の落とす深さは人それぞれで大丈夫だ。決して無理して深く落としすぎなくて大丈夫だぞ。さあ、頑張ろう。あと2回いけるか。よし、頑張った。みんなよくついてきたな。これでチャレンジマン体操は完成だ。最後にみんなに秘伝の裏技を教えよう。体を元気に動かすためにはバランスの良い食事をしっかりととり、運動中はこまめに水分補給を行う。そうすることでみんな元気に当日チャレンジデーを迎えることができるぞ。その他の運動の時もこれを気をつけるようにしてくれ。さあ、あ、この子は、ついに明日のチャレンジデーに向けての本会議だ。僕はもう行かなければならない。みんなチャレンジデーの参加待ってるぞ。それではここで